はい、皆さんこんばんは。今日は、5月の17日、水曜日、ボギーチャンネル、私日本の心、参議院比例第4支部支部長のボッキーってとこでございます。まあ南の島沖縄、今日朝からもうずっと、まあ、雨の降ってるような降らないようなそんな天気でございまして、まあ、昨日の夜中はとにかくすごかったですね。まあ、まさにあの洗車機の中にいるような、まあ、そんな雨が降り続いておりまして、まあ、私の外に出してある大きなポリタンク、まあ、それがあの3分の1ぐらいしか水が入ってなかったんですが、もう8分ぐらいまで水が入っています。まあ、沖縄は梅雨の真っただ中ということで非常に、まあ、ジメジメとした嫌な感じなんですけど、まあ、こういった雨の中でも基地の周辺で、はい、座り込んだり立ち上がったり忙しくしてる方々もいらっしゃるようで、本当に、まあ、ご苦労様というか、まあ、やめた方がいいんじゃないのというか、まあ、私は後者の方なんですけどね。まあ、こう雨に濡れて、まあ、御年も御年ですし、風邪でもひかれたら本当に家族みんなに迷惑かけちゃいますよ。はい、ということで、今夜もまたガツガツちょっと行ってみたいと思います。そしてまあ昨晩、師範の、ギャンギャンナイト、まあ、3000件達成のコメント、皆さんご協力ありがとうございました。まあ世界中探してもですよ、番組にコメントしないとコメンテーターとかゲストの方とか、それから弟子の方々がデコピン食らうなんていう番組、まずありえないですよね。まさに恐怖の魔王が空から降ってくるっていうような状況でございまして、非常に楽しい、まあ、1時間過ごさせていただきました。でも本当に師範のあの三味線を作る腕前すごいですね。はい、3D プリンターでもあんなに綺麗にはできないだろうというような微妙な曲線をもう本当にうまく、出してですね、本当に芸術品のような楽器ができていました。まあ外見だけじゃなくて音も良かったんですけどね。さて、まあ今夜も南の島から南の島の今をいろいろお届けしていこうということで、まあ毎日やってるボギーチャンネル、とうとうねもう1年、そうですよね。確か昨年の5月の中旬ぐらいから始めてますんで、1年間、まあよくも休みなしで毎日続けられたななんてね思っております。これもあのやっぱり皆さんのようにいつも、ご視聴いただき、そしてあの励ましの言葉、時にははい、あの愛の無知のお言葉もいただきながら、どうにかこうにか、まあ、やってきました。まあ、こっちをご覧になっている皆さんの中には、まあ政府のはいある、まあ、決断のできる方々とか、某政党の、はい、国会議員の方々とか、あと功のつく方々とかですね、はい、まあ、もちろん沖縄県警の皆さんも毎晩見てるっていうことでございまして、まあ、特に功のつく方々はここに出てくるあのいわゆるパヨク、はい、下劣な連中が出てくるとね、あのきちんとチェックしてるようでございまして、すごいですね。はい、もう早くもう法案も通していただいて、ガチガチこの国にあだなす人たちはビシビシやっぱり取り締まった方がいいんじゃないかっていうふうに私は思っております。まあいつか来た道を作ってるのは、私はこの平和平和と言ってる人たちそのものだっていうふうにいつも思ってますけどね。皆さんはどうお考えでしょうか。さて、今夜のボギーチャンネルも、たくさんの方々もスタートしてすぐ160名余りの方々が、見えられておりまして、誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。まあ、本当にこの1週間ですか、まあ、頑張れ、まあ、先々週から、まあ、中佐の沖縄入りに、あと頑張れ日本の方々のまた沖縄入りということで、もうずっとイベント続きで、まあ、バタバタしておりました。でまた私あの個人的に、はい、あの報告書を作らないといけないのがありまして、その報告書を作るのが結構難重でございまして、まあ、文章とか数字もね、駆使しながらどうにかこうにか、
今日でできております。はい。そして、はい、私明日から一泊二日で東京でございます。はい、東京です。明日明後日東京、まあ明後日の、はい、最終便で帰る予定になってますけど、はい、二日間東京にいますんで、まあもしどなたかお会いできるんであれば、はい、チャンネルハヤトさんが作ってくれた例のイージスの、はい、あのネームプレートちょっと配ろうかななんて思っております。まあ当然ながら、例の、はい、私と一緒に戦っていただいている方にプレゼントしようと思っている例のメダルの方も一応持参しますんで、もしあの会える方ぜひまた連絡をしていただきたいと思います。さて、今夜もですね、本当にハレンチ極まるこの沖縄左翼の本当にあられもない姿を、ガンガン皆さんにさらけ出していこうと思ってますけど、まあ、この沖縄左翼、まあ、本当に誰がつけたんでしょうね、この沖縄左翼。最近は桜の水島社長もニコニコしながら沖縄左翼はねなんて言っていますしね、もう本当に県外ではパヨク、沖縄では沖縄左翼、なんやら沖パンというお話もありますし、まあ、下の世話ができない一部の人たちのことを沖パンというふうに言うらしいんですけどね、まあなんか意味が込められてるんじゃないかと思います。さて今夜も私が、はい、ゆたむにをしている間に170名にメンバーが増えております。あまりにも嬉しくてゲル顔しちゃいましょうかね。ゲル顔なんですかねこのゲル顔っていうのはね。はい、では今日の私のまた、はい、頼もしいメンバーをご紹介します。リュウさんこんばんは。最高豚さん何ですか、似てるっていうのは似てるっていうのは何ですけど、はい、それから、TUG さんこんばんは。月さんどうもこんばんは、んこでございます。いやー、のりぞうさん、うちの次男坊が友達と大きな左翼話をしてるっていうことで非常に喜ばしいことでございますね。何を困ってるんですかね。はい、猫吉さん大きなはですね。はい、大佐こんばんは、んはペンペンさんどうも今日もよろしくお願いします。それとずしゴンゾウさん、沖縄左翼ディレイ付きでということで、そうですね、アッピーさん沖縄左翼はブランドです。梅さんどうもニラありがとうございます。ここではコインのことをニラと呼んでおります。島田ポコさんお茶ありがとうございます。それと石川さん、そうですね、今日の沖縄夕方は綺麗な鱗雲が出ていました。あと、まあ、気圧の谷間ですかね、まるで等圧線に沿ったような雲も出ていました。はい、たまにはコメントしてみました。こんばんはんこでございます。はい、それとリルリルフェアリルこんばんはんこ、ゆきとさん何ですかこのゲル度上昇中というのは。確かにちょっと機嫌が悪いときは突然ゲル顔になったりしますけど、私絶好調でございますよ。それとシンマンさんこんばんはんこ、シルバーと違う玉だこれは天心田さんお茶ありがとうございます。それとコーデさん好きですね。でもここに集う皆さん結構皆さん沖縄最古大好きですよね。いや現場に来たらどんな面白いから、はい、面白いんですよ。もうその面白さに取りつかれたのがあの例のボギー中佐、もう中佐はこの沖縄に何しに来るかというと左翼に会いに来るわけですからね。もうそれも取り囲まれないと不完全燃焼してしまうっていうド M な、はい、もうある意味非常に厄介な沖縄病そのものだと思っております。はい、それとあ犬クリーマイスさんからもニラいただきました。はい、みきおさんお茶ありがとうございます。ラブターさんもお見えですね。風のやしさんどうもお茶ありがとうございます。そうなんですよ、国会軍交渉さんもうマジに1年ですよ、あっという間に。はい、かおりさん左翼、まあこれはね漢字で書く左翼は真面目な左翼ですね。まあ、沖縄の一部のあの人たちはカタカナの左翼でございます。はい、シンマンさんもお見えでございますね。はい、カータンさん沖縄左翼を商標登録ということで、はい、ラプターさん東京楽しんでってくださいと、楽しむ暇多分ないと思いますよ。はい、コシさん、コシさんいつも、はい、呼びかけてますね。アツシくんということで見てるって、大げささん大変なことになっていますね。うおほほはい、いやー中佐昨日は一人で300件ぐらいコメントをしてましたね。お疲れ様でございます。はい、
国会軍曹ニラ豆乳。いや、ニラ美味しいですよ。そうめんチャンプルーに入れるのはやっぱりニラっていう風に決まってますからね。やっぱりニラですよ。はい。はい、そして、あとは特急川崎さんもお見えでございます。こんばんは、んこでございます。それと、ゾシゴンゾーさんと、犬クリームアイさんから、はい、ニラビームということで、沖縄ではニラのことを方言で、チリビラと言います。チリビラ。はい、チリビラって言うんですよ。面白い呼び方でしょ。はい。あの、ピトゥールピキ、ムールピキも面白いんですけど、チリビラも結構面白い言葉じゃないかななんてね、思っております。コシさん、中佐は左翼に取り囲まれるド M なのかと。ミサチネアさん、こんばんは、んこでございます。ほら、中佐やっぱり不完全燃焼。ミキさん、どうも、お茶ありがとうございます。はい。いや、本当に、沖縄左翼観光ツアー。漬山さんが行くと多分みんないなくなります。誰かと間違えられて、彼らは一気に消えてしまいます。はい。それと、玉田さん、リアルに囲まれるとなえるよって。ブラックストーンさん、ニラありがとうございます。シェリーさん、いつもいつもね、かわいいペッパーフレームありがとうございます。ハタポンさんも。はい、ニラいただいております。南大阪の田舎門さん、どうもこんばんは。そうですよ、ラプターさん。中佐の M は普通じゃないです。いや、もう囲まれたくてどうしようもないっていう。おクジラさん、どうも1周年記念のニラっていうことで、はい、ありがたくニラいただきます。あの、後日そうめんチャンプルーにさせていただきます。ティーズアキさんもお見えですね。はい、ムール貝ピッキーいや、失礼しました。もう何かピトゥールピキ、ムールピキも面白かったですよね、本当に。はい、たまにはコメントしてみますさんも、おほほーと来ています。本当に皆さん、あ、サジタリスの矢さんもお茶いただきました。ありがとうございます。はい、今日も、何ですか、島ニラ炊き込みご飯。いや、あれは炊き込みご飯にするとちょっと匂いがファンキーだと思います。はい、アメリカさん、サジタリオンスの屋さん、タンタン46さん、あの、お茶ありがとうございます。最高物さん、チリビラです。はい、猫さん、こんばんは、んこ。はい、ニラと間違えて、水仙食べると食中毒。いやー、ニラ意外と沖縄であちこちに生えてたりしますからね。はい、ミキさん、どうもこんばんは、んこでございます。太郎の言い訳ないとやってましたと。芝木隊と仲が悪いようで、まあ同じ方向を向いててもやっぱり合わないことはあると思うんでね。まあそれぞれお互いで意見戦わせていいと思いますよ。中佐チリビラと言います。チリビラ。はい、月尾ゼロ一さん、いつもありがとうございます。ムールピキとヒソヒソさん、ムールピキってムール貝みたい。私もそう思いましたよ。最初、ムール貝と思いましたからね。はい、かおりさん。ニラの匂いがする左翼。まあ、ニラを食べてると健康ですので、多分、絶好調だと思います。アッピーさん、中佐殿、次回は警察のコスプレ。まあ、実は警察のコスプレするのが一人いるんですよ。うちのメンバーの中に。誰だと思います。あの、HK 仮面が、はい、そういえば HK 仮面、出てこない。ちょっと、また連絡して、お前出てこいって言わんといけない。HK 仮面が、最高物さん、ニラありがとうございます。HK 仮面、なんと、出動服で彼らの前に現れますからね。出動服。腕章さえしてたら全く、はい、見分けがつきません。まあ、BPO、ニュース女子についてとうとう心理、まあ、やるだけやれいいんですよ、伊藤さんね。はい。はい。それが、ルビューさん、どうもお茶ありがとうございます。中佐、何をまたみんな、味ってるんですか？みんなも沖さゆに囲まれてみないかと。いや、9月に来た時にみんなでやっぱり囲まれたら面白いと思います。はい。ライジングさん、こんばんは、んこでございます。はい。それと、誰ですか？石鹸臭いスパイっての。うちのメンバーみんな石鹸臭いスパイでございますよ。和歌山さん、どうもこんばんは、んこでございます。いや、今日も、HK 仮面。まあ、HK さんも全然悪気はありませんので、はい。楽しいと思いますよ。はい。囲まれたら倒れるわ。そうですね。多分、匂いで、一般の方だったら多分、匂いで倒れると思うんですよ。匂いで。だって、はっきり言いますよ。ゴミ捨て場みたいに匂いしたりしますからね。あれはやっぱりいけない。はい、私そう思います。さて、今夜皆さんに最初お見せしたい、まず、
画像の方、これからまず行きましょうね。もう私はもうこれからちょっとお見せしたいなと思って、トンはい、これ産経新聞から、山城宏司被告が国連人権理事会で沖縄の不当弾圧証言へ、世界にプロパガンダ発信ということで、これ産経さん、はい、真正面から写して、まあ、ますね、はい、結構真面目に写しております。ところが八重山日報、トン八重山日報、さすがというか、なんていうか、口元を歪めた姿を、はい、しれっとやっぱり乗っけていますよね。マジに、うん、本当にしれっと乗っけております。実はですね、この山城宏司被告保釈中なんですよ。皆さん、保釈中、つまり保釈中っていうのは、いろいろやっぱ本来であれば制限かかるんですよ。はい、あっち行っちゃダメ、こっち行っちゃダメと、裁判所、そう、裁判所仕事をしろっていうことなんですけど、この保釈を決めたのも裁判所なんですよ、実はね。はい、裁判所を決めちゃいました。そしてめでたく、まあ、本人たちにしたらめでたく保釈されてます。山城宏司被告が、推定700万の保釈金、添田被告が800万の保釈金、まあ、本人の経済状態によって保釈金決まるっていうことですので、まあ年間4000万をもらう山城宏司被告より、添田被告の方が見入りは大きいっていうことなんですかね。どっからそんなお金が出てくるんですか。いや、でもそんなに見入りがあったら、どこぞの弁護士に5万円ちょうだいねなんてやらないですよね。まあでもあの人たち5万円大好きですよね。はい、すり替えネットさんも5万円、はい、でなんか応援してくれる弁護士さんも5万振り込みましたとか書いてましたけど、いや本当にこの人たち、この5万っていうのがなんかの一つのキーワードになりそうな、はい実はこの、はい、この保釈についてなんですが、いろいろね、保釈して海外に行くときにいろんな要件があります。これちょっと拾ってきましたけど、はい、保釈の時にですね、まあ、これ裁判所が OK すると、なんと出られる、国外に出られるらしいんですよ。はい、国外に出ることができる。いや、これびっくりしました。まあ実はある関係者から、まさかね、保釈認めると思わんかったっていうことをね、私聞き及んでいますけど、まあそういうふうに保釈をね、まあ決定した裁判所ですので、まあ、彼のその人権委員会出席っていうことをね、またさらっと認める可能性があります。最高物さん、その通り。いや、海外逃亡、その通りですよ。でも逃亡していくとこありますかね、まあ、あの国だったら。はい、いや、これもね、やっぱり教育の賜物っていうか弊害なんですよ日教組教育が、まあ、戦後まかり通ってきた。そして、まあ、自虐史観、日本軍悪玉論、愛国心なんて、ね、もうへとも思わないような人たちが、エリートとなって、こういった弁護士とか裁判官、公務員になっていった。まあ、それが今、こうしてね、日本を貶めてると私は思っています。本当に、きちんとした裁判官であれば、まあ、保釈もしなかったと思うし、今回も、はい、海外への渡航を認めるはずはないんですが、ただ認めてしまう場合が、可能性はあります。ところが、国連の人権委員会と確かアメリカですよね。はい、アメリカだと思うんですけど、日本がね、出国を認めてもアメリカが入れない場合があります。だって、アメリカは大統領ですよ。はい。大統領。ですから、もうまさにこの、米軍基地にね、ヤンキーゴーホームとか、いつもね、そう、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムかましてる人間が、アメリカに入るって言ったら、平気でね、はい、平気で入国拒否します。日本がだと、法的根拠がどうだこうだですんごいめんどくさくなるけど、あっちの大統領が、ダメだと言えば、ダメ。
なんですよね。はい。アメリカ大使館で確認した方がいいって言うんだけど、本人がアメリカ大使館に行ったら、もうすぐお前はダメだって言われますよ。だって、ね、米軍からも情報全部言ってるはずですからね。まあですが結論としても、まあ、日本の裁判所が認めてもアメリカは認めないだろうということで、今情報で、ビデオメッセージっていうのがありましたけど、まあビデオメッセージだったらやるかも。知れない。あ、人権委員会ジュネーブですか。いやー、ジュネーブですか。ジュネーブだったら認めちゃうかもしれないですよね。はい。まあでも、本当に、こんなことがまかれとっていいんですかね。はい。そこまでやっぱりね、想定してこの保釈ってのは私は決めるべきだっていうふうに、思ってます。それと、やはり最近やっぱおかしいのは、これ、トン。朝日新聞、なんと見出しがついてます。尾長知事の次男、那覇市議選挙へ出馬。父の背を見て、朝日新聞デジタル。これ何ですか、これ。何なんですか、これ。ねえ、知事の息子っていうだけで、朝日新聞が出馬って言って、宣伝してますよ。そうです。公示日前に。はい。だって7月ですよ、選挙は。こうしてね、天下の朝日新聞さんが堂々とこんなして乗っけてくれてます。はい、これもトーン。いやー、尾長知事の次男、那覇市議選挙出馬へ、父の背を見てっていうことで、いやこれでね、私笑っちゃったのが、はい、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に反対するオール沖縄陣営として活動すると。やっぱり親子揃ってもう、アウトじゃないですか。ね、はい。いや、もう、ね、親が親ならやっぱり息子も息子ですよ。ね。もう本当に何なんですかね。そう、カエルの子はカエル、アウト。アウト。いや、でもね、こんなして、一ね、新人候補の立候補予定者の、宣伝を朝日新聞という大新聞がやっていいんですか、これ。これやるんだったら他の候補者もどこどこの長男那覇市議選挙出馬へと書かないといけないですよ。はい。いやー、知名度で当選させていかんですよ。だって選挙違反バリバリですよ、この人ね。あと琉球独立の一派の人たちももう違法行為やりたい放題で、沖縄の選挙っておかしい。やっぱりやったもんが勝ちなんですよ。結局はね、もうとにかく公選法違反でも何でも勝てばいいと。勝てばいいんですよ、ね、事前運動でね、取り消しになったっていう一つもないですよ。だから私ね、これ国会でこの公職選挙法、現代に合った形でやっぱり変えていくべきだと思います。これアノニマスポストさんの方にも取り上げられていまして、はい、かっこ沖縄、沖縄県知事の次男、那覇市議選挙出馬、父の背を見て育ち、政治の道に進みたい、ネットの反応、二世議員だからマスコミは批判するなよなと、はい、反日世襲ビジネス、大使と沖縄支部、はい、そして何ですか、これ、ズラが七光を、はい、遮るですか。いや本当にそうですね。はい、アノニマスポストパクリですけど、この写真があまりにもシュールなもんでちょっといただいてきました。いや、このまんまだと思いですよ。はい、父の背を見て育ちね、子育て真っ最中なんて言って自慢してましたけど、本当にこんな候補がね、活用じゃ沖縄っていうのは本当に完全にアウトだと思います。それと最近この左翼界隈のこの沖縄で戦ってるメンバーへの個人攻撃がどんどんやっぱり激化しています。私がびっくりしたのがこれ、はい、これ乗り越え TV、 はい、ノーヘイト TV 第16回、はい、ドロさん、お前の愛国は中国製、石峰香織宮古島市議へのヘイトデマ攻撃、
デマ男クリアキと。いやー、とうとうね、乗り越えネットは、ヘイトをね、糾弾する側だったのに、自分たちがヘイトをやってますよ、これ。何を考えているんですか、これ。今日見ました、オールスタインさん。どうでしたかね。はい。いやー、これ、本当に、ひどすぎる。はい。前回はガナー心理教ですか。うん。いや、この人たちそのものがヘイトじゃないですか。はい。ヘイト TV に、ノーヘイト TV じゃないですよ。ヘイト TV ですよ。はい。この人たちは。しかしね、この、クリアキ、ノーヘイト TV、これさっきのやつのちょっと違うバージョン。デマ男、クリアキ、スラッシュ、デマ男、カズヤ。とうとう、カズヤさんまで攻撃し始めましたね。いやー、もうほんと、そう。アッピーさん、その通り、思うようにいかなくなって、ジタバタしていると。はい。そうですよ。討論すりゃいいのに。ねえ、この人たちの親分の新凄さん、未だに出てこないじゃないですか。はい。そもそもね、5万円支給してるっていうことを明らかにしたら、それが沖縄ヘイトになる。石峰香織がね、自衛隊は必ず婦女暴行事件を起こすなんていうことを追求したら女性蔑視だっていう。いや、本当にこの人たちおかしい。いや、和也さんにも手出しちゃいかんでしょ、やっぱり。で、私思うんですよ。やっぱりね、こんなことしてるから、やっぱりこの放送の質自体がなかなか上がらないんですよ。もう本当に自己満足でね、放送をただで、もう、ただ漏れさせてるようなもんでありまして、やっぱメディアとしてのやっぱり教示があるんだったら、せめてね、やはり、IWJ さんぐらいのクオリティはあっていいと思いますよ。いや、IWJ さんいい動画結構撮りますよ。ね、私別に嫌いじゃないし。だから、最近この、何ですか、個人で、流してる人たちいるじゃないですか。ニラオ君とか、大げささんとかね。まあ、ああいった人たちっていうのはもう後先考えずに、とにかく、視聴者のね、関心を買おうと思って結構、はい、派手なところとか、中に突っ込んでいったりとか撮るんですけど、そうなるともう内情、だだ漏れさせてるようなもんでありまして、それが結局は、警察、はい。警察の方々に資料として使われたり、公の方々が持ってたりとか、そういったのに使われてしまう。だから今回下手すると、ニラオ君の動画のせいで、700万の保釈金パーになる可能性あるんですよ、あれ。マジに。なったらどうするんですか？それはね、反対運動の人たちから目つけられて怒られても仕方ないですよ。だから今下ばっかり映してるんじゃないですか？コシさんね、彼。最近ずーっと地面ばっかり映してるけど、多分、お前もう映すなって言って怒られたんだと思いますよ。だから、もう彼も中継するときのこの言葉ってすごい汚いじゃないですか。下劣なね、本当におでのような言葉吐きますよ。彼も。まあ、大げささん太郎は、前に地元の住民に散々に怒られて、へいこらへいこらしてましたけど、あの方はもう、ニラオ君の言葉はまともですけど、取ってる行動自体がやはり、地元の人たちにやっぱり嫌われるようなことをやっちゃいけないですよ。名護市の裏で、ね、音楽かけて夜から騒いだりとか。もう完全に視聴者の関心を取るためにやってるような感じ。そこがやっぱり、ね、この、ヘイト TV も一緒なんですけど、やはりメディアとして成熟できないところだと思うんですよ。ね、まあだから IWJ さんもあっち系ですけど、まあ彼らの方がすごいまともにやっぱり見えてくる。まあ私実際そう見えます。実際IWJ のスタッフの方々とも前に東京で会って話しましたけど、結構お互いで楽しくね、会話できましたよ。はい。皆さんの画像特にもう本当クオリティ高いですよって言ったら、いやもう本当、そんなもう褒めんでくださいなんて照れてましたけど、いいのはいい、悪いのは悪い、私はっきり言います。はい。そして、まあ誰とは言いませんけど、まあ、個人でね、流してる人たちの動画が、まあ、功のつく方々にとっていい資料になっておりますんで、はい、
これからも絶好調でやっぱり流してほしいですね。はい。誰かわかります？皆さん。誰とは言いませんけど。はい。っていうじいさんなんですか？はい。カーターさん、IWJ 嫌い。まあ、私もね、好きではないです。ただね、やっぱりジャーナリズム、ジャーナリストとしてやはり、クオリティの高い動画を撮る分については、やっぱりちゃんと認めてます。はい。いやー、本当にね。いやー、IWJ さん頑張ってくださいよ。はい。大げささんも、はい、ニラオくんも、今からガン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 やっぱり流して我々をドキドキさせてくださいと思います。はい、ブラックストーンさんその通りでございます。はい、トラジローさん道に5万ニラ落ちてるかと下映すとダプターさんいいですね、ロード監督ニラをということで、あどうも FSNF さんどうもこんばんはんこでございます。いやー本当にね、ヘイト TV はもう少しね、泥を吐く番組じゃなくて、もっと、事実をきちんとやっぱり検証していくような、そういうね、ジャーナリズムの原点に立ち返った方がいいかな。うん、正直言って。はい。で、ゲストを出しても、集中攻撃して、外貨を上げるような、そんなね、修羅の場のようなテレビやってたら、本当に誰も出なくなっちゃうなと。はい、セレナさんどうも、ニラありがとうございます。はい。ということで、次の話題。いや、本当に、たくさんありますよ。はい。やっぱり、これですよ。これ、トン。いや、皆さん、これ、ちょっとね、私、ここ2、3日でツイッターちょっと見てなかったんですけど、何が起きてるんですか、今。ツイッターの中で。はい。いや、本当にね、KSM ライブさんどうもありがとうございます。はい。僕と栗明さんで撃沈しましたということで。ほう。いやー、しかし、栗明君が撃沈するはずちょっとないんですけど。はい。七瀬さんどうもこんばんはでございます。これ何が起きてるんですか皆さん。今。ツイッターの中で。なんか、時の人大げさ太郎さん。なんですかこれ。はい。しばき隊界隈が嫌いだからといって沖縄の問題をしばき隊の問題みたいに歪償化しないでもらいたいねと。うん。カウンターは野間さんを中心にネトウヨと同レベルの人がいるのは事実と。あれ？こうしてなんか野間さんって言うと仲間だったんじゃないですかね。日々のうさばらしで暴れる人がいる。それは俺もよく知ってる。だけどわざわざ沖縄まで来る人にまともな人もいると。何ですかこれ意味がわかんない。いや、確かに。はい。あ、新馬さん、これ仲間割れしてるんですかね。はい。私も、ツイッターどっちかといえば、情報発信するのがメインで。はい。あ、KSL さん、実はずっと前から揉めてるそうですね。っていうことで。いや、揉めてたんですか？いやー、そうなんですかね。七瀬さんからの情報。沖縄の反基地派と芝木隊界隈のイメージの切り離しに必死ですね、と。今更無理ですよ、と。いやー、だってね、ひどいじゃないですか。ね、沖縄のもともと現場で頑張っていた、本当に真面目な平和運動家なんかは、こういったね、外から押しかけてきた活動家たちがまるで、その沖縄の平和運動を牽引しているようなでかい顔をして、で、汚らしい言葉を吐いて、暴れて、ね、警察官罵倒するのをね、あまりいい目で見てないですよ。で、こいつらに扇動されてね、ブロックなんか積んでしまった暁には、警察に逮捕されてしまうじゃないですか。はい。まあ、こんな感じでね、外から来て、もともと頑張ってる人たちをね、扇動する。そして汚らしい言葉で沖縄の平和運動をどん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 貶めていったっていう。ねえ。それに、やっぱり嫌気がさした純粋な平和主義者の人たちって結構今離れてますよ。ね。こんな運動じゃなかったと。なんでね、こんな県外が来た方々に、ね、頭取られて、顎で殺虫されてっていうことで。はい。
いや、本当にね、何を考えてるのか。でもこれだけじゃないですよね、本当に。トン。いや、野間さんのこのデマは見過ごせないし、卑怯だなと。この CRAC って野間さんなんですかね。何かお互いに指摘し合ったんですかね。ものすごい動揺ぶりだな。どうせ嘘つきにも大義も何もないんだから、素直に和解に持ち込んだ方が傷が浅いのではないだろうか。与田とかテドコンとかガナー雅子とか大袈裟太郎とか、お前の仲間みんな同じ性質じゃない、じゃんっていうことね。いやー、これ CRAC さん、大袈裟太郎さん、うちの仲間じゃないですよ。まず、匂いから違うし。いやー、目玉焼きさん仲間じゃないですよ。いやー、本当に。でも、いつから大袈裟太郎は内側になってるんですか？いや、全然お付き合いないですよ。まあ、それに、沖縄にいる者にとってこのデマがどれだけ屈辱的か、野間さん分かっててやってんのかな。そして、加山里香先生はなんでいいねしてんのかな。それが卑怯と言った根拠だよと。もう完全に石鹸仲間じゃないですね、和歌山さん。その通りね。もう完全にこれ 互いに喧嘩してるとしかちょっと思えない。まあでもいいんですよ。例えば同じね、保守でも、目指す頂は一緒でも、登山ルートが違うっていうことね。つどつどあるじゃないですか。それと同じように、やはりあっちもですよ。あ、どうも、まるまるさん、ニラありがとうございます。まあ、考えが違えばね、お互いにやっぱりすれ違うこともあって当然だと思います。ただ、どっちにも、おのおののやっぱり正義がやっぱあるわけですから、それはそれで信じて突き進んでいけばいいんじゃないですか？私そう思いますよ。まあ、こっちも仲間割れしてるって言って、あんまり茶化すのもちょっとどうかと思いますけど、まあ、同じ方向性向いててもね、その考えも違えば、その行動パターンもやっぱり違うわけですから、まあ、お互いでこうすれ違うこともあるだろうと。それはそれでどんどんお互いでね、やってもらえれば、いいんじゃないですか。そもそもね、内ゲバ大好きな左翼が一枚板になってること自体がやっぱり無理です。そうです、カーターさん、それ一緒です。なんか同じ保守仲間でも、私の殺害予告をした人たちがいるっていうことで、前に私情報をいただいたんですけど、私同じ保守の仲間に殺害予告されてたみたいですよ。いや、びっくりしましたけどね。まあ、別に私は全然気にもしてもいないんですけど、まあ、何か情報がありましたらまたどんどん流してほしいと思いますけど、やっぱりこの前のクリリンが発表した動画、クリリンが発表した 動画では、この大袈裟太郎が IWJ の悪口っていうか、もうネガキャンガンガンやってましたよね。まあ、だから多分同じ場所からやっぱ同じように動画を流してですね、向こうは評価される。しかし自分たちやっぱり評価されないっていう、そういった焦りがあったんですかね。今、ハマーさんから、のまま沖縄に思い入れがなくて、それを大袈裟君が許せなかったようですと。まあ、確かに大袈裟君は思い入れはありますよ。ただ、おかしな方向に行ってるみたいなんですけど。ほう、ブラックストーンさん、謝ったんですね。で、7CFSNF さんから、新大久保での在特会と芝北へのやり取りが終わった後、まず社民党が近づいて、ついで共産党が芝北界隈に食い込みましたということで、当然一枚板無理ですわと。実は先日、これ、情報です。先日、5月14日、まあ、沖縄の左翼が、名護市の瀬岳の海岸に集まって、朝鮮人も一緒になって、
自称2300人の集会、まあ八重山日報いわく数百人の集会なんですけど、ね、全体像を絶対に写さないで集まってるとこだけ写してるやつがありましたよね。皆さん覚えてます？はい。私が実は先日皆さんにお見せした絵の中にあったやつですよ。これトン、これこれこれ、はい、これなんですけど、もうなんかね、北の匂いがプンプンする人たちと沖縄の左翼が結託をしてここでね、やってる集会が実は14日にあったんですけど、これ暴露しちゃいますけど、はい、ちゃんとしたこれソースがあります。こっちはただ公開できないだけ。実はこれ共産党系の連中一切参加してないそうです。これここで数百名集まったらみんな社民党系ね。だから社民党系だから、このハングルがあるっていうのはもうドンピシャじゃないですか。なんでこんなに異常にハングルがあるんかなと思ってたんだけど、そうです、エメラルドさん、この前ね、県民集会とかなんとかかんとか書いてたのは実は社民党の集会だそうです。はい、共産党の方々は一切動員もかかってないし、まあ自主的に行った人はともかく組織としては一切行ってないっていうことです。はい、確かに共産党の方々見えなかったですね。はい、丸丸さん、どんどんねこうして見えてくるんですよ。はい、まあ社民党といえば日本の中でも特に北朝鮮大好きな人たちが多いですよね。北朝鮮大好きだから私はね、やっぱりなぁと思いました。はい、やっぱりなと、うん、だからこのような感じでね、彼らも一枚板では全然ないわけなんですよ。ズン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 と、はい、非常に今日怪しいですね。はい、そうです。これフォロンさん、江崎先生もおっしゃってたっていうことで、尾長武も赤嶺政権も参加してない。つまりね、尾長武イコール共産党とつるんでるっていう証拠でもあるんですよ。はい、共産党とつるんでる。いやー、こういったところでバレてしまうんですよね。っていうことは、県民集会と言いながら社民党と共産党の間にはすでに溝ができている。これはね、多分社民党の焦りだと思います。今までは自分たちがね、この沖縄の平和運動を引っ張ってきたっていう自負がある。ところが、はい、ところがですよ、共産党にそのお株を奪われてしまった。はい、お株を奪われて、そして虎の子のね、ようやく砕いたと思った尾長武までもがかっさらわれてしまった。それでね、やっぱり憤懣やらせなく県民集会を開いたら来るかなと、また共産党の意を借りて自分たちが主導権握れるかなと思ったら、共産党に袖にされてしまったっていうことで、それでまあ実質的には数百名、主催者発表2300名の集会が開かれたっていうことで、だから私たちその集会があったところに行ったんですけど、あっという間にいなくなりました。2300名見たらすぐにはなくならないんですよ。はい、実は、はい、お、ご本人見えられております。どうもありがとうございます。光栄でございます。なんかお仲間らしいですね。でもね、自分たちが気に食わないことをすぐデマだと言ってごまかすのはやめた方がいい。デマだっていうことはもう本当のことですよって認めてることと一緒ですよ。ね、デマだと言うんだったら、デマの証拠出しゃいいじゃないですか。ね、皆さん何かあると証拠出せって言うけど、私はこの話、共産党の方からちゃんと聞いてますよ。はい、共産党の方から。はい、共産党の方が言ってるんですから。しかし、なんかすごい光栄ですね、来ていただいたっていうのは。うん。まあでもね、私は大げさ太郎さんが一生懸命やってるの分かりますから。ただやっぱり県民に迷惑かけるような行動はね、ぜひ、まあ、慎んでいただきたい。やるにしてもやっぱりね、この地域住民の立場に
たってですね、この地域住民をやっぱり大事にするようなやり方、一つこのせっかく来てるから太郎さんに言いますけど、実はあの辺野古のこのバス停が前、反対派の方々が車を乗り入れて芝生が剥げて赤土が流出してるのをご存知ですよね。雨が降るたんびに赤土が海に流れ出していた。ところがね、これを憂いて止めた反対派の若者がいるんですよ。このままじゃいけないと、俺たちは海をね守るためにやってんのに、これはダメだろうっていうことで勇気を持って上の方々にここをもう使わないようにしましょうっていうことで訴えた若者がいる。そしたらその願いが届いて、そこはね反対派の車がもう入れないように樹脂規制されて、その後北部国道事務所が養生をして芝生を植えて、今も赤土の流出一切ないですよ。地元の人たちはそのね若者のことをすごい評価した。いや反対派にもまともなやついるんだなと。だから押し規制の反対運動、独りよがりの反対運動ダメなんですよ。こうして同じ反対派でもやっぱりおかしいことね、おかしいとねズバッと言える人たちがやっぱり必要。まあ太郎さんもそのうちの一人だと思いますよ。だから私期待してるね、違法行為だらけのこの沖縄の平和運動、ぜひ太郎さんビシッと言ってね、本来の沖縄の誇り高き平和運動に立ち返るようにぜひ誘導してやってくださいよ。そして辺野古とかに行くんであればね、テントとかばっかりじゃなくて、やっぱり地元の人たちにぜひ、ありがとうございます太郎さん。いや分かりますよ、太郎さんがやってるっていうのはね、普段いろいろ頑張ってるの私見てます。であなたはね、どこぞの誰と違ってあまり汚い言葉も使わない、地域住民に対してもちゃんと頭下げてる、そういったところは私評価してるんですよ。はい、そうなった時ボギーさんも参加しますかと、私いろんなの参加してますよ。でもね太郎さん、今度ちょっと時間あったらラジオ出てみません？来月ぐらいね。はい、ちょっと桜はハードル高いので、ラジオでこの沖縄を平和にするにはどうしたらいいかっていうのをやりましょう。はい、あのゲストとしてお招きしますので、ぜひあのコーヒーでも飲みながら嬉しいですね。はい、それでいいと思います。はい、右とか左とか賛成とか反対っていうのを乗り越えてですね、この沖縄を良くしていこう、日本を良くしていこうっていうんであれば、立場は違えど、ね、協力できることは協力してっていいと思いますよ。うん。まあ、どこぞの党みたいに自分たちと考えが違った一切協力しないってそっぽを向くような、そんなことはしませんのでね。まあ、これはあの左にも右にも言えるんですけど、自分たちと考えが違うっていうことで敵認定するじゃないですか、ね、考えが違ったら敵認定する。そういったことでね、私は結局争いが生まれると思うんですよ。だからいくら口で全て話し合いで解決できるって言っても絶対できないっていうのはそこなんですよ。でもね、こうしてここに来て言葉を紡いでくれた太郎さん、私嬉しく思いますよ。本当に会ってね、話したいなと思った。一度、太郎さん、見かけたらぜひ声かけてください。コーヒーでも飲みに行きましょう。はい。あと、うちのね、知り合いのクリリンとか、他のメンバーにもちょっと会わしたいし。そう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 、太郎さん、デマはやっぱダメですよ。太郎さんはでもデマあんまりないですよね。はい。結構真面目に流してる。だって動画はデマは、通用しないから。動画はデマできないんですよ。動画はね、真実はありのままにしかできない。だから動画と静止画の違い、そこなんですよ。言葉だけもやっぱり違う。そこのとこは重々私評価してますんで、ぜひこれからも立場は違えど協力できれば協力してやっていくと。まずはね、互いに言葉交わすっていうことから始めてもいいかなっていうふうに思う。もうね、対立してる時ではないと思いますよ。ね。どん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 そういった風に協力していきましょう。そしてここは修羅の場ではないです。修羅の場。そう。
修羅の場ではないですから、ぜひまた今度遊びに来てですね、皆さんと会話をして、やりましょうね。はい、ということで今日も50分、なかなかとお付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、今日、なんと、あの、大げさ太郎さんお見えになりました。本当になんか嬉しく思うし、光栄ですよ。ね。まあ、あっち系の人たちになんだかんだ言われてるかもしれないけど、彼が一生懸命やってるのを私よく知ってるし、やっぱり行き過ぎたところはあると思いますけど、そういったところを直してね、今後、沖縄のため、地元住民のために、ぜひできることやってほしい。それとね、太郎さん、ここのメンバーの中には、太郎さんが、やっぱり野間さんに対して持ってる感情っていうのは、その、沖縄のことを心底本当に心配してるわけじゃないんだよ。だから、太郎さんは怒ったんじゃないのかなっていう言葉をね、紡いでる人もいました。まあ、それがズバリであれば、私は本当に素晴らしいと思うしね。そういったことを言えるメンバーがここに揃ってるっていうことをぜひ、理解をしていただきたいと思います。はい、ということで今日は、そうですね、ハタボンさん、いつか、本当に、四択したいです。はい、ということで、今日の、ボギーチャンネル、実はもう本当にこのビッグゲストの大げさ太郎さん本人がお見えになりました。本当に嬉しく思います。あの、太郎さんぜひ、ツイッター私のブロック解いてください。なんかブロックされてて見えないんですよ。はい。別に絡んだこともないんですけど、太郎さんとこれからもいろいろね、まあ、言葉のやり取りやっていきたいと思いますんで、ぜひあのブロックの方を解除していただきたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、ご引定終了させていただきます。明日からちょっと東京ですね、明後日のもう深夜に帰ってきますんで、明日はまた東京の方から、お送りしたいと思います。ということで、今夜の放送ご引定終了します。はい、今日お見えになった大げさ太郎さん、そしていつも番組を盛り上げていただきます、ネットアシスタントの皆さん、本当にありがとうございました。そして今日も200名余りの方々が見に来ていただいたことを、心から感謝したいと思います。最初に言葉ありき、それをこれからもね、やっぱり実践をしていきたいと思います。おのおの道は違えど、やはり願ってる部分については同じものがあると思いますので、ぜひ頑張ってまいりましょう。ということで、今夜の放送、これで終了します。皆様、最後までお付き合いくださりまして、ありがとうございました。